回は赤い KKR を用いたバンド分散の描き方について説明していきます。入力ファイルの例は、インのファイルの中の鉄が該当します。こちらのファイルを開いていただいて、で、計算します。まず、SCF の計算が必要なので Go で計算をしてもらいます。でその後に計算が終わったら SCP にします。まあ、とりあえず、まずやってみますか。とりあえず、このようにして、チェンジディレクトリで、まず、新しく開いたターミナルを、と、赤い KKR のファイルを関連付けます。そして、スペック X のインのファイルの中の鉄を、まず、計算させます。で、まず SCF 計算を走らせます。ちょっと待ってくださいね。うん。計算がちゃんと終わっているかどうか。あ、ここにありますね。ちゃんとエラーが、マイナス6。1.125 マイナス6に行ってますので SCF は収束しています。このようにして SCF を計算した後に、分散を計算します。分散を計算させるときには Go を SPC に変えます。そしてこの一番下のところに、全部の経点数総経点数 全部の経点数と代表的な経点を、指定します。でこの代表的な経点はどういうふうに指定されているかといいますと、でこちらの、バイオクリスタログラフィックサーバーというのを、ネットで検索してもらってこのようなホームページに入っていただいて、ここにある、スペースグループ、リトリーバル、ツールスの、KBEC というところをチェック、クリックします。そしてこの Choose のところをクリックしていただいて、使っている、空間群に対するところのボタンを押します。鉄は例えば229の IM3 バイムなのでこちらを押します。そしてコンパラティブリスティングオブベクトルタイプスのところにチェックをクリックします。そうするとこのようにプリミティブ経点のラベル と、プリミティブベーシスの座標とコンベンショナルベーシスの座標が出てきます。それでこの赤い KKR にここに書かれているのはコンベンショナルベーシスのものになります。000が、ここにあります GM ガンマ点になりますのでここはガンマ点、そして次が、010なので、H 点になります。次が 0.5.0.5.0 ですから2分の1 2分の1.0 のこっちの N 点、そして 0.5.0.5.0.5 の、P 点になります。ちょっと書き込んでいきましょう。C で、GM でしたね。そして、最初の C はコメントになりますから、この後の点が、H 点になりますね。で、次の 0.5.0.5.0 が N 点。そして次の点が 0.5、0.5、2分の1、2分の1なので P 点、そして000がガンマ点なので GM と、あ、ここも GM にしておきましょうか。そして最後が C の 0.5、0.50 なので N 点ということになります。ではこうなりましたのでこちらのものをセーブしてで、計算しています。で、前のコマンドと同じコマンドを使って過去のコマンドと同じコマンド過去のコマンドを使ったコマンドを使いたいときには点キーの十字の上下を押しますとこのように過去の入力したコマンドが出てきますので、そこで前使ったコマンドを探してエンターを押してください。そうすると計算してみます。これで分散の計算が終わります。で、次は分散のプロットを行います。分散のプロットを行うためには、まず、
導入のところで説明しなければいけなかったんですけども、分散プログラムをコンパイルします。それは make の spc と入力してエンターをします。そうすると spc という、プログラムができます。もうこれはもう一度作ってしまえばもう次回以降作る必要はありません。そして spc と入力してスペースを押した後にデータのファイルを開いて、で先ほど計算したファイルにアンダーバーの app.spc とついたものと、アンダーバー dn.spc とついたものがあります。でこれは app のスピンの、分散のもの、そしてこちらはダウンスピンの分散の結果になります。ではちょっと見て、これを計算に入れます。でそこでこれをここの中に入れて、でエンターをします。そうするとこのように結果が得られます。ではこの結果と、WinTsuge が対応するかどうか見てみましょう。WinTsuge で似たような計算をするにはまず鉄の入力ファイルを作って、そして、スピンアップダウンの計算をして、そして、バンドストラクチャーに行きます。でもう事前に計算をしあじゃなくて、アップダウンスピンの入れたものを計算してあります。 SGF でもう一応ここ、丁寧にやっていこうと思います。まず、こちらに入れて、で、経典を指定してバンド分散を WinTsuge で描く場合には、この一番上からやってきます。まずこれを押します。で、クローズ。そして、プリミティブブリルアンゾーンと書いてあります。で、プリミティブブリルアンゾーンの対応関係はこちらの部分。先ほど選択したもの、最初に説明したところのものと同じなんですけども、このようにして同じものが開きますので、ここからいてもらってもいいですし、別のファイルで開いておいてもいいです。で、このようになっています。で、まずはガンマ点でしたので、ここちらにガンマ点でしたので、まずガンマ点。あ、ちょっと分かりやすく並べておきますか。ちょっと段取りが悪くてすみません。ここにありますように、まずガンマ点でしたね。コンベンショナルベーシスで000。で、ここには、まずプリミティブベーシスで表示していますね。まずプリミティブベーシスでやってみます。それで、ガンマ点000。ここにガンマと、ラベルがかかります。ガンマ点です。で、次が H 点です。H 点で H 点です。2分の1、2分、マイナス2分の1、2分の1です。で、ここにも、これらの組み合わせ、のものがなっています。例えば、マイナス、2分の1、2分の1、マイナス2分の1でも H 点です。で、これも H 点対応しています。全く一緒でもいいですけども、これらの組み合わせであれば問題ありません。あ、これを、場所を、ここを交換しただけであれば、全く違う、同じ結果になります。で、この後に、H 点の後は N 点の 0.5、0.50。N 点ですね。0.5、0.0 で、ね、ここは0、0、2分の1です。で、ここで N 点、ちゃんと N 点が出てますね。で、次が P 点ですね。ここの2分の1、2分の1。で、プリミティブセブでは4分の1、4分の1。P 点です。で、次に、0、0でガンマ点に戻ってますね。ガンマ点。そして、最後が N 点になってます。こうやって、一度どこかわからない、WinTsuge の場合わからなかったときは一度押して、もう一回押せば元に戻りますので、こうやって探っていってどこにあるのかを調べてください。で、N 点になっていますね。ガンマ、H、N、P、ガンマ、N。ガンマ、H、N、P、ガンマ、N となっています。で、これが問題なければ OK を押します。そして、この一番上の部分は気にせずに、2番目のところの部分に、全部の経典数を入れます。ここと一緒ですね。ここが300ですので、ここにも同じように300にします。そして OK をします。そして、ここのファイル名をどうするかと聞かれるんですけども、WinTsuge のワークショップに参加すると、ブラハ教授はここの部分をコピーして貼り付けるんだよと毎回言ってくれます。なので、ここを入れてセーブです。で、ここをクローズします。で、これが終わったら次は2行目に行きます。次の行。で、ここでは、from x クリスデンを選択して、この右側のボタンをクリックします。で、コピーと。で、あとは、ここの上の部分を押して、ここの部分を押して、
そしてここは、書いてある通り飛ばします。でここのエディットのところでフェルミエネルギーを入れて、あ、本来はここはもうすでに入っちゃってるんですけど、通常はこういう感じになっていると思います。でここの部分にこちらにあるものをコピーしてペースト、そしてセーブ、そしてこれが渡る次はスパゲッティを押してプロットを押します。そうするとこのようにして同じ結果が得られていると思います。ではダウンも同様にやってみましょう。これを消して、じゃあダウンをやってみましょう。SPC スペースのダウンスピンのこちらでエンターをして、これがダウンスピンのバンド分散です。ではウィンズスケールもバンドストラクチャーに戻ってスピンアップダウンにします。で、こちらはもうほぼ済んでいるので、あとはスパゲッティダウン、あ、ヘルエディットの EF からちょっと見てみましょう。値は特に問題ないですね。で、スパゲッティ DL、そしてバンドプロットをします。そうするとこのようにして同じ結果が得られています。ここがガンマ点、H 点、N 点、P 点、ガンマ点、M 点ですね。で、このようにして、こちらの赤い結果あるとウィンツゲがいい結果になるということがわかります。このようにして、今度は赤い結果あるで元素を置換した経路を計算したりして、いろいろなバンド分散を描いてください。そして、角度分解光電子分光、アルペス、といった実験手法と比較してどのように電子構造が変わっているかを見ていく、議論していくと良いと思います。以上で今回は終わります。